まだインクが取れなかった。西村ほのかですよ。手堅い、ありがとうございました。来てくださった方、スタンプ外す？もうダメ、化粧がよれてるから。やだ、眠くはないんだけど暇すぎて今、ホテルです。もう今だよー、ゲームしたい、ゲームしたいのに。今は遠征中です。だからもうやることがなくてゴロゴロしてる。本当に暇、最悪や。暇すぎて最悪や。遠征あんまり好きじゃないんだ、お泊まりはね。ちょっと犬がついてるからですか、その可愛いの。いや、このフィルターつければ多分誰でも可愛くなります。映画、ああ、ネットフリ見るとかそういう感じ。エペしたいですね。はよ寝ろ。あにゃんせやん。I love you, she, ひゃ、ひゃん。インナーカラー、そう、入れたよ。ブルー。ブルーです。染めてない。これエクステ。ブルー。いい色でしょ。お風呂入ってないからお風呂入んなきゃ。エペはねできないの、今ホテルだから。マイネーム見てない。マイネームってなんだろう。一時期髪の毛赤髪でした。大村でボロ負けしました。あらりゃりゃよー、かわいいほのか、ありがとうございます。今日も真ん中、あ、そう、今日もセンターばっか、最近もセンターばっか、楽なんだよね。まあや、化粧水は最近はファミュってやつ、めっちゃいいよ。ファミュアプリゲーム、まあ麻雀とかだったらしたいかなって思う。加工は取れない、もう無理だ。手形ちゃんと出席は、ありがとう、来てくれて。フィルターなしは見せません。うん、よう、よう、よう。新しいネイル、もう古いよこれ、だいぶ新しいのしなきゃ。トゥルトゥルトゥトゥ、なんでもないよ、なんでもないよ。前髪ね、ちょっと切ったかな、なんか軽くした、こっち側。明日はね、お仕事朝から6時半かな、多分。明後日も多分6時半かな、そんな感じだった気がする。いや、いつに寝ますか？え？ 12 時ぐらい？その火炎のね、新曲ハマってんだ。間違ったよって言ってください。切ったかも言ってください。うん、ハナピー、ハナピー。あ、何？鼻詰まってきた。明日、明後日、そう、明日、明後日早いの。やばい。セラミックしてない。タイム、あ、みんなタイプ A 予約したの？タイプ A 予約したんですかね？ CD タイプ A よろしくお願いします。みんなからめちゃくちゃ可愛いにやって、ありがとう。ライブ初めて、こんにちは、こんにちは、西村です。
YouTube から入り込んだ韓国人、なにゃせよー。ほのー。なにー。前枕持ってきてない。8個下の、年下の男？8個ってなると10歳ってこと？かわいいね。鼻声、なんかね、眠くなるとね、鼻声って鼻詰まるのよ。予約してありがとう。アニョン。カムサムニダー。アニョンセヨー。読めないよ。韓国語は読めないのだ、私は。ようしか読めない、ようしか。アーシャー可愛かった。ありがとう、嬉しい。アーシャー新しくなりました。ぜひ、見てください。あとね、暇すぎてね、TikTok 撮ったんだけどね、ひよって載せられない。ひよってます、私。あー、学校外れちゃう。イカゲーム見たよ。もう、ボサボサやな。手形、嬉しかった。手形会どうだった？ヨー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 。今日手形会だったんですよね。Meet you in online sign event. Oh, thank you. Apex のシマップやってますよ。難しい、めちゃめちゃ。あとはコントローラー新しいのにして、配置も全部変えちゃったんで、結構動きブロンズ帯みたいな感じなんですけど、明日カスタムの練習があって、明後日本番大会なんで、マジでやばいです。マジで今すぐに家帰って練習したい。いや、今日家出る前も、仕事終わって家帰ってきて30分だけ練習しました、今日。真面目か。アーシャ、いや、アーシャね。これやった。どこのネックレスっていつも聞かれる。教えない。命と引き換えに付き合ったら死んじゃうじゃん。もう会えなくなるよ。いいの？韓国に来てください。韓国ね、行きたい。いつか頑張れ。キャオブルーブルーです。デバッシュの香水いい匂いなんだ。嗅いでみよう。今度嗅いだことあるわ。あ、嗅いだことあるわ。この前、ジバンシー行った時に香水つけたな。アバクロの香水は、前使ってました。単発本能か。どういうこと？韓国、髪染めた、染めた、染めた。すごい、なんかね、いい、綺麗に染めてもらいました。フィルターなしはやだ。やだよ。生まれ変わったら男になりたいですね。今でもちょっと男っぽいので。アパホテルじゃない。肌荒れするよ。肌荒れするし、ハルターなしは見せないし。このチャンネル、あ、このチャンネルありがとう、見てくれて。そのピアス、あ、そうそうそう、結構もうずっとつけてるからね。これイコール西村みたいな。カジュアルね、やれるもんならやりたいですよ。ゲーム。なんで男になりたい？楽す、いや、なんだろう。男の子が、なんでだろうね。なんで男の子になりたいんだろう。だから、ゲームやりたいの。でも今、いないの。東京にいないの。今どこにいるでしょう。まあ、わかる人はわかるかも。17いつかするんじゃないかな。ほら、今ホテル。絶賛ホテルです。楽そう。まあ、楽そう。
なんかね、女の子ってちょっとなんか難しいんだよね。男の子の方が絶対楽だよ。わかんないけど。女の子なんか難しいんだよ。わかんないけどね。男の子を経験したことがないからそう言ってるだけかも。一人部屋、そりゃそう。下履いてるズボン。あ、見えない。ちょっと見えた。手堅く。会のためにホテルじゃない。セガタが終わって、レディはね、大変。そうそう、なんか人付き合いとか、なんかね、緊張しちゃうんだよね。女の子。難しい。難しいと思う。広すぎるし、漁夫なんかめっちゃ多い気がする。普段会わないのに会うときめっちゃ会うから、やだ。怒らないよ。おすすめのシャンプーは、そう、ほのぴいいになってた。今や、よろぶん、こんにちは。西村ほのかゆもにだアナチュルセイね。いや、本当はインスタライブする予定じゃなかったんよ。なんか開いたらポチッと押したらインスタライブ始まっちゃって一回切ったんだけど、まあ暇だしやるかと思ってやっちゃったインスタなんかね変えれなかった気がする。なんかちょっと難しかった。サーラヘイ、ホテルのお風呂水が合わないとか、いやどうだろう、それはないんじゃないかな。ベッドがやっぱね合わないとかはあるよ。家が一番寝やすいですから。今ほらブエノスダイデス、だ、あ、読めない。パブリック、うん違う、オーガニックとかそういうのじゃなかった気がする。建てみたい、今は無理。好きな色、緑、青、両方好きだな。でも1番は緑かな、2番がブルーで、3番が黒とか。家のベッドめっちゃこだわってるね。 DM 見てますよ。ん、特技の欄は R99。エペックスって書くとさ、エペックス別に得意じゃないから。でも R99 がよく当たるんですよ、私。だから R99 って書いた。石川県来たこと、行ったことあるよ。ホテル泊まるの全然楽しくないんだけど、今すぐに家帰りたいんだけど。ゲームできないもんだって、まずい、焦りしかない。もうなんか嫌になっちゃう、嫌になっちゃうっていうか、嫌じゃないよ、嫌じゃないよ、ゲームしたいから嫌なだけ。いや、ゲームしたいから嫌なだけだよ。危ない危ない危ない、ここ取れた。肌が今めっちゃなんかもうね、マスクでね取れちゃってんのよ、加工が。ルームサービス頼まない。ホテルでエペックス持ってくるほどそんななんか長居しないから大丈夫。結婚する予定、いつかいつかするよ。今は無理だけど、いつだろう、32、3、31、32、33。ちょっと携帯置こう。
チュン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 。ホノピーからホノピーに変わった理由は、運が、運気がなんかな、な、な、なんていうのだろう、変わるみたいな、わかんないけど。バロラントを PC に移行したらやるかな。唇がずれてる顎にある、めっちゃ毛むくんでんのよ顔が。前髪ないの好き、ありがとう。てか待って、めっちゃ眠くなってきたわ。アスカちゃんやっぱうまいんだよね。炎がね、一回目はね、調子良かったんだけど、それ以降が全然できなかった。フィルターなし、絶対可愛くない。もうなんか肌汚いもん、今。ちょっと。うん。最近食べた美味しいもの。なんだろう、最近食べた美味しいもの、昨日か一昨日ぐらいに、昨日かな、キャビアとトリュフをいっぱい食べました。だってさっき筋トレしてた、こうやってこうやってあのプランクしてた、さっき。最近さ、なんか運動不足すぎて体力が全然ないので、コンプレックスありますよ。顔がすぐ丸くなる。別れの言葉はなしか、さよなら。フォアグラもちょっと食べた。プランクもっとしてやんない、疲れたよ、疲れちゃうから。ベルトがキッパなんですが、気にしないでください。今日は何時に寝る ?12 時ぐらい?いやもう寝ようかな。ダンスで体力、いや毎日ダンスしてるわけじゃないんですよ、うちら。ケミポちゃん似てる、ほんと。顔がね、ほんとに、まあ、なんか太っちゃって、顔がっていうか全体的に太っちゃって、今プニプニなんです、私。まずいまずいまずい、握力全然ない、本当に。多分左が20いくかな、20いかないぐらいかも。この前、ついこの前測ったんだよね、いくつだったか忘れちゃった。めっちゃ弱かった。お風呂入ってから寝る、それはもうもちろんです。筋トレしてきた、いいな、ほんの筋トレしなきゃ。日本のどこに住んでる？東京、東京なんだけど、今は、ここは、東京じゃないとこにいる。手に行かない方がいい。まあね、まあまあまあ。でも本当に今、ぷよぷよなんだよ、私。痩せないと、いっぱい食べちゃった、今日も。夜ご飯。股関節硬い、めっちゃ硬い股関節。みんなから、はい、1日3食、今日は1日3食食べた。朝もうちょっと早かったんで、筋肉ある方が。夜はチャーハン食べた。昼も、昼は崎陽軒の弁当だった。サウナはね、そう、もうむくみは取れるかもしれないけど痩せないからね。サウナ行くんだったら走りに行きたい。プランクでお肉ぶっ潰すこと、どうなんだろうね。でも今マジで本当にプニプニだから。
これさ、ショートじゃん、髪。ショートにしないって言ってるけど、これショートですよ。違う？ロング？ロングじゃないよ。ミディアム。ミディアムか。川瀬さん、よかった。川瀬さん、ゲームの話？うまいよ。めちゃめちゃ。要は、ベボ、ん？雲晴れ元気で面白いね。元気だよね。みんなからです。走り込んで 50m6 秒台目標。まあ、テレビなんか走る企画とかあるんだったら走り込むけど、ないもん。ねえ、めっちゃプリプリしてんの最近。やばいよ、痩せないと。彼氏いる？いない。そういう、その質問、この前質問募集したじゃん。めっちゃ来て返さなかったんだけど、あえて。いや、いない、 いないっていうかさ、そのいたとしたら、いたとしてもさ、いるって言わないしさ、いてもいなくない。もうマジでいないんだけど、本当にいないんだけど。だからなんかね、マジでいないよって言ってるだけじゃないからね。はい、だから結婚とか予定もまだまだまだ全然ないです。でドバイはたまにするかも。最近しました。ロハの運動会ね、また出たかったけど、ないんじゃないかな。体型時もしくは痩せたいなら総合して食べる量は同じでも5回ぐらいに分けた方がいい。まあでも5回ぐらいに分ける時間があればいいんですけど、一気に食べなきゃって感じになっちゃう。てか股関節が硬すぎて、油もさ、足と足くっつけるとこれしか開かないよ。やばない？硬い、痛い。口説かれたことは死ぬほどありそうだけど、口説かれる、口説かれる、告白、どう、告白はされたことはあるけど、されたことはあるぐらいの感じです。熱出て寝込んでます。頑張れ、お大事に。天使がいるならこの人じゃないかな。私はどっちかっていうと悪魔ですね。 LINE？ あ、今 LINE 来た。誰？いや、めっちゃマジで硬い、本当に硬い、本当に。こんぐらい悪魔、こんぐらい。いや、今日はもうダメです。顔が終わってるんで。ピッ。ああ、そうですね。使ってるヘアオイル、ヘアオイルなんだろう、わかんない。何使ってんだろう、金のやつ。何使ってるかわからん。体硬いと怪我しやすいって、そう、なんかね、昔からそう言うじゃん。私部活やってる時からずーっと体硬いけど、ずーっと怪我してない。腱鞘炎とかにはなるけど、ここね、ピアノやってたしテニスやってたから腱鞘炎にはなるけど、体怪我したことはない、ない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 。ライブもっとたくさんしてください。足開くやつも硬いよ、めちゃめちゃ。俺が君の彼氏したよ。そうなん？ポケモンはね、やれと言われたらやる。周りの人がやってたらやるかも。好きなアニメ、最近見たやつの名前が覚えられないよね。あの天使のやつ。足ひねることは、あ、いやでもアイドルになってからもダンスで怪我したことないかも。三段級、何それ。コラボ動画良かったですね。エピの動画もっと見たい。まあエピはもう今ちょっと上手くないんで、私は。あの時ほどは、あの時めっちゃ調子良かったんよね。
おすすめの服。これおすすめ。これめっちゃ可愛い。これつなぎ。よいしょ。これめっちゃ可愛い。生地がめっちゃ、しかもちゃんとしっかりしてるからさ、シワシワにならないんだよね。ドラム式、ドラム式で洗濯しても。おはようございます。つなぎかわいいよね。これ彼女に誕生日プレゼントでコートあげようと思ってるんですけど、おすすめのブランド。おすすめのブランドコート、それは年齢にもよりますね。これかわいくない？つなぎ。しかもなんかね、生地がね、見てほら、なんかちょっとね、なんて言うんだろう、スーを上げます。そうそう、スーツっぽい色してる。なんかライダー、なんとかライダーみたいな。あ、ライダー、こっち。つなぎってどういう時着ればいい？なんだろう、わかんない。一般の方、わかんないけど、ほのは今日サイン、あ、手形会っていうイベントだったから、汚れてもいい服みたいな感じで作業着っぽい服で行こうと思ってこれにしたんだけど、かっこいい服着たい時とかもこれかも。アンニュイな日。好きな男のスタイル。ヘアカラーリー、これエクセスブルー、リベンジャーズとも。服の先生がありがとう。さんまさん、彼女に何プレゼントしたらいいですか？高校生です。高校生か。高校、なんだろうね、ちょっと高い iPhone ケースとか。分かんない。値段にもよるよね、本当に。そこが分かんないわ。 Apex 以外のゲームもやりますよ、たまに。たまにね。基本はエイペックスだけど。男のパーカーあり、アリーだよ。どっちかというとトレーナーの方が好き。トレーナーっていうか、あのパーカー、ジップがついてないフード付きのパーカーっていうの、トレーナーっていうのの方が好き。あ、プラチナエンド、そう、好きな、あの最近見たアニメの話ね、それ。プラチナエンドですね。彼女にクリスマスプレゼントあげたいんですけど、何あげたらいいと思いますか？クリスマスプレゼントはアクセサリーじゃない？もうあげすくして、あげたことあるなら、なんだろうね、ブレスレットとかでいいんじゃない？あと最近カチューシャとか流行ってるから、なんかブランド物のカチューシャめっちゃ最近売ってるからいいと思います。ちょっと高いけど、ミュウミュウとかでめっちゃある気がする。ミュウミュウ、フェンディとか、ディオールとか。ディオールの方が安かったな、多分。グッチとか。あとどこだ。ジップ付きじゃない方が、ジップ付きじゃない。まあ、ジップ付きでも別にいいんですけど、ね、シンプルだったら。シンプルじゃなかったら逆にちょっと嫌かも。寒くない。いや、今部屋は寒くない。あ、知ってますよ。懐かしいなって、トミー。年末年始は一応今お仕事が仮で入れられてるんだけど、なかったらカウントダウンに行きたい。バンドの最近欲しいものあります、いっぱい。ダイソンの掃除機がなんか充電がすぐ切れちゃうの。でも一回挿してもう一回すぐ使えるようになるんだけど、それをいつも繰り返してる。
めっちゃ欲しいものはいっぱいある今。ピアスはマグノリア12です。あとこれが名前忘れちゃった、なんだっけ、あーと C がつく気がする。これなんだっけ、これなんだっけ、やばい名前が思い出せない。これ松田翔太さんのなんだっけ、あー忘れちゃった。ダイソンうるさいのかな。今日誕生日おめでとう。4度 C じゃない、松田翔太さんの名前なんだっけ、超度忘れした。当てれる人いるかな。ゴキブリ潰したことないよ。4度 C じゃないよ。シーシー YouTube スターの YouTube スター、ガルバークラインじゃない、なんだっけこれ。今日は仕事してましたよ、朝から。朝はフィッティング行って、セリーヌじゃない、もっと、もう松田翔太さんのこれ、あのブランド、これ松田翔太ピアスって調べると絶対出てくる。朝フィッティングして手形が行って帰ってきて、新幹線でこっち遠征来た。ワンワン、韓国でほのかの YouTube の再生数が200万を超えました。わあすごいね。自分の再生数が全然伸びないんですけどね。キャリアリング、そうキャリアリング、そうこれキャリアリング、これね。モノピーのママとうちのママお友達で、そうなんだとか言って、うちのお母さんに友達なんているんだそのレベル。コラボ、誰とコラボしてほしい、見てる方、キャリアリングがいつも名前出てこなくなっちゃうんだよね。これがマグノリア12ね。こっちすぐ出てくるんだけどな。めっちゃ顔おしゃれ、ありがとう。うちの犬がお世話になってます、ワンワン今日、うん、スタイルが良くない。この洋服はただめちゃめちゃ可愛い。テキサスこんにちは。東横には全然泊まんないよ。ここはなんか、あの初めて聞いた名前のホテルでした。リクエスト送信してくれても一緒にできないの、みんなとだってできないでしょ。できないのも一緒にできない。エペロ新キャラ、ちょっと私あんま使わないからわからない。マジで可愛い、ありがとう。奇跡がついてめっちゃ変身してもらった、あまたじゃあ奇跡起こった。おなかさん、韓国の料理は何が好きですか。サンナッチ、コアなとこ行く。ママなんも多分エクステつけてましたね。よく泊まるビジホとかない、私泊まんないあんまり。今日がだってレア、めちゃめちゃレア。キーマさんと比べ方です、ありがとう。そうエペックスでひまわりやりました。神奈川出身です、そうポニーテールできるんかなこの長さで。でもギリギリ足りないと思う。
パンに挟むにだ。あ、いけるかも。あ、いけるわ。ポニーテールできるようになった。ほら、すごい。短いけど。ピンピン。横に男、うん、いたら配信はしないかも。三ナ口っていうの？三ナ口？プサンいたら？そう、キャリアリングを調べてくれてありがとう。そのまたこね、なんかね、くっつくのが面白い。不審者にご用心。パッ、いなさそう。おでこがすごい綺麗。そんなことない。なんかね、おでこね、ちょっとへこんでんのよ。ここはホテル。ここは東京じゃない。どっかどっか来た。サンナチ私も好きね。サンナチね、ユニバーのマリオ行ってない。マリトッツォなら食べたことある。韓国語で会話、できない。大変。なめくじついてる。いやよいしょ。個人 YouTube チャンネルは、いや、まだ作れない。さすがにモデルじゃない。私はアイドル。どこ遠征してるか言っちゃいけない。うーん、わかんない。言ってもいいかも。でもわかる人はわかると思う。さあらへー。いや、わかる人はわかると思います。エクステです。顔周り6本だけついてます。ここ、寄り目できてる。エペックスまだね、ゴルヨン。みーちゃん？あ、みーちゃんいる。みーちゃっちゃ。モデルじゃないのよ。シガじゃない。僕の彼女、俺の彼女になってくれない？よくわからない人は、てかもうダメ。ダメっていうか、知ってからじゃないとダメ。もなかさん、韓国にファンミーティング考えてないっていうか、今はまだ行けないじゃん。これはね、どこだっけ、スナイデルだった気がする。この服バレてる。へへへ、見ちゃう。うん、YouTube ライブ、しないかな。贅沢は言ってんのよ、それ。それは贅沢なのよ。教師はおめでとう。今18歳です。